じゃあ今回はチークおもちゃで遊んでみよう。やったー。はい、どうぞ。開けてみよう。開けてみて。ここ、ここ、ここ、こことここ。はい。わーお。うーわ、すごい。いっぱい開いてんな。うん。せーなに？アイスクリーム。アイスクリーム？これ。わーお。あとこれ。何それ？ケーキ。うわ、すごい。かわいい。あとこれ、あ、それね、うん、お料理とかする時のね、うん、エプロンやね。つけてみる？うん。オッケー。お着替え完成。かわいい。コック帽子にエプロンに準備満タンですね。やったー。レッツゴー。袋を開けて準備ができました。店員さんお願いします。はい。どれにしますか？何があるんですか？全部ありますよ。何売ってるんですか？ケーキ。これ何も入ってないです。そう、今からミランちゃんにコーヒーとか、うん、紅茶とか、うん、いろいろ入れてもらおうかなと思って。いらっしゃいませ。すみません。何ですか？コーヒーとケーキください。ちょっと待ってください。はい。お皿用意してますから。すみません店員さん、ん、あの一人前でお願いしますね。一人差し頃はそんなに食べれないから、うん、コーヒーとケーキ1個ください。はい。マジックになってるんだね。はい、どうぞ。あー、美味しそう。ありがとうございます。あと、お茶もありますよ。店員さん、フォーク。フォーク？あ、私頼んだん、紅茶、紅茶なんですけど。紅茶？はい、紅茶頼みました。お茶じゃないです。何入れてくれたんですか？ドーナツも入れますか？あ、はい、さっきフォーク欲しいかな。フォーク。はい、ありがとうございます。はい、これ。あ、ありがとうございます。そっち行ってね。はい、いただきます。うーん、甘くて美味しいです。ありがとうございます。紅茶飲んでいいですか？うん。あ、つい、つい。あ、こぼしちゃいました。すいません。いいですよ。拭きますよ。ありがとうございます。すいません。僕も飲まない。優しい店員さん、ありがとうございます。え、私捨てるんですか？はい、ありがとうございます。あの、すいません、こぼしちゃったんでもう一回入れてもらえますか？いいよ。え、もう一度お金払わないといけないですか？もういいですよ。あ、もういいんですか？うん、優しい。プライスレス。プライスレス。あ、でも私さっきお金払ってなかったんですけど、ケーキと紅茶とドーナツ、おいくらですか？うん、そうです。おいくらですか？うん、何円ですか？1000円。いや、いいんですか？うん、はい、じゃあお願いします。あ、すいません、紅茶いただきます。これシロップ入ってますか？うん、入れました？うん、シロップ2個がいいんです。2個？うん、2個くれましたよ。あ、ありがとうございます。いただきます。はい。うーん、おいしい。じゃあ次ドーナツもいただきます。かわいいですね、このドーナツ。うん、
なんか模様が描いてますこのドーナツ。でもこれブチブチの描いてるけどね。だったですかね。これドーナツのピンクじゃなくて紫やで。あ、私好きなんです紫。じゃあこれがいいですか。え、いいんですか、うん、ありがとうございます。何円ですか。100ラ。え、100ラ。100ラ、うん、いただきます。これおいしそうやね。おいしそうやね。おいしいね。すごくおいしかったです。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。じゃあまた食べますか。次はね、うん、私ワッフルとアイスがいいです。あ、アイスなんだったら紫ありますよ。お願いします。ほら、はい、それがいいです。ほら、アイスですよ。ありがとうございます。ちょっと待ってください。はい、それあっちですよ。アイスなのに、うん、すごい新しい。気をつけてくださいね。あ、わかりました。おっ、冷たくしますね。はい、お願いします。これ冷たいの嫌ですよ。ありがとうございます。ワッフルも欲しいです。ワッフル、はい、ワッフルなら、あれ、あ、人が食べちゃった。人が食べちゃった。誰が食べたんですか。ワッフルはこれです。それマカロンです。マカロン、はい、これですか。そうです、ハートのワッフルが欲しいんです。じゃあこれ、はい、どうぞ。ありがとうございます。あっちがお皿に入れるのじゃ。はい、どうぞ。うん、美味しかったです。アイスワッフルいいですか。あ、いいですよ。はい、おいしいですか。おいしいです。店員さんって何でも作れるんですね、うん、カレーはありますか。カレーありますよ。ど、ある、ありますか。ありません、ありません。これはありませんよ。何、あと何ありますか。アイスありますよ。アイス今食べました。マカロン欲しいです。マカロン、はい、俺のこと。そう、そうです。店員さん知ってますよね、うん、はい、紫と、はい、ピンクがありますけど。かわいい。この2つで何円ですか。100円。あ、安っ、ここのカフェめちゃめちゃ安い。ビビる。ありがとうございます。ドーナツも入れといたよ。ありがとうございます。いやー、なんてかわいいドーナツとマカロンなんでしょうか。ありがとうございます。はい、ケーキも入れなちゃ。ケーキ、あの、すいません、さっき食べましたけど。でもケーキ食べなちゃダメです。店員さん、かわいいエプロンと帽子着てますね。うん、次からさ、うん、ミラン、それでさ、うん、ほんまにお料理もできるな。うん、今度、ママとまたお料理作らない。はい、やる。ケーキも用意しといたよ。え、じゃあ、店員さんも一つ、じゃあ私からおごりますね。どうぞ。あ、ありがとうございます。はい、一緒に食べましょう。ちょっと待ってくださいね。店員さん、私お金払ってあげるので、うん、あの、紅茶よかったら入れてください。一緒に飲みましょう。乾杯しましょう。あ、僕はリンゴジュースでいいよ。はい、リンゴジュースどうぞ。はい、乾杯しないんですか。乾杯、乾杯、どうぞ。おいしいですね。おいしい。店員さん、うん、フォークとナイフ反対持ちだと思います。反対、はい、あ、多分そうでやってると思います。お上品な食べ方するんですね。うん、うん、あ、さっきドーナツから食べてください。あ、わかりました。あ、店員さん、よかったらこっちどうぞ。私紫あるので食べていいですよ。ありがとうございます。いいえ、いただきます。いただきます。あ、お茶。
美味しそうだね。うん。あ、店員さん、いちご好きだったよね。うん。あげようか、いちご。うん、あれもしよ。もう一個あげようか？好きやろ？あ、いいですよ。あ、ほんと？うん。なんか店員さんいつもケーキ食べてるとき、いちご取らない？いいですよ。あ、はーい。なくって、美味しい。うん。お姉さん、ここで働いて何年ぐらいなんですか？3年ぐらい。あ、3年ぐらいでもう店長とかになれはったんですか？お姉さんとかいるよ。お兄さんとか。お兄さんとかもいてるんですか？うん。へぇー。お姉さんとかいますよ。お姉さんは店長？うん、パパ、かわいい？かわいい。何作ってんの？今何も作ってんのね。何食べてんの？いちご。パパの？パパのもよし、なっちゃう。ほんとやん、パパの作ってないやんか、店員さん。どうしよう、どうしよう。パパ、用意しといたよ。それはないでしゅ。あ、ありがとうございます。どうやって食べたらいいですか？これとこれですね。あ、ありがとうございます。パンも用意しておかなきゃ。コックさんですか？パティシエさんですか？うん。え、はい、ありがとう。はい、ありがとう。なんか少なくない？じゃあ、全部食べたらダメ。あ、あ、もうこと。それで食べて。これはドーナツ。あ、そこに置かないで。食べちゃった。美味しいですね。うん。これ誰が作ったんですか？みのんご。すごい店員さん。これ食べたの？はい、一回食べました。ありがとうございました。美味しかった。みのんも食べました。ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデーディアママ。いやー、ありがとう。誕生日おめでとう。ありがとう。ママ11月誕生日。みのりんごシュシュ。毎日おままごとしてるもんな。うん。この帽子とエプロンにミラン、今度ママとご飯作んねんて。パパの作って。パパも手伝ってよ。ママも手伝って。うん、一緒に作ろうな。うん。あ、ママじゃあ作ってくれて。じゃあこっちで作ってくれない？あ、おもちゃのこと。うん、ほんまにまた今度それ来てママと一緒にお料理作ろうね。ありがとうございました。どうしもございません。ごちそうさまでした。じゃあミランちゃん、ここにきれいに直してください。お片付けもきれいにできるかな。これはどこに置くのかな。どこでもいいよ。そこに全部すっぽり入ったら大丈夫よ。ここ、うん、ミラン、そこに全部直したらなくさないね。